ルル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 どうも、新宿2丁目最強のバルク、ハガセブンです。今回は、フォロワーからの質問回答ということで動画を撮っていこうと思います。はい。先日僕の SNS 内で、何でもいいので質問くださいって100個ぐらいってね、質問募集したんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ質問を送ってもらいました。はい、ありがとうございました。で、その中でね、僕が何個かピックアップして、今回5個回答していこうと思います。で、まだまだね、いただいた質問はたくさんあるんで、今後少しずつ答えていけたらなと思っています。で、質問を受け付けると、結構皆さん些細なことで悩まれてるんだなって。で、そんな皆さんの悩めるね、声に僕からの視点や考え方をね、返していけたらなと思っています。で、そこで今回ね、回答していくのは、以下の5つです。1、筋トレのモチベーションを保つための方法。2、ベンチプレス100キロを、上げるのにかかった期間。3つ目、どんな犯罪でも、許されるとしたら何をするか。4つ目、夜、オナをすることで、食事から取ったタンパク質が、出ていくことに、後悔はないのか。で、最後5個目が、重量が伸び悩んだ時のマンネリ打破法。この5つを回答していこうと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ1つ目の、筋トレのモチベーションを保つための方法について回答していきます。早速なんですけど、僕は筋トレに対してのモチベーションというのがありません。好きでもないことをやるのに、モチベーションが必要なのは、わかります。だってやりたくないことをね、やんなきゃいけないんですから、それはモチベーションは必要ですよね。嫌いなことやるんだったらね。でも、僕は筋トレを誰に言われることもなく、好き勝手に自由にやってるわけなんですよ。だからモチベーションっていう概念がないんですね。むしろこれは筋トレやってる人、全に当てはまるんじゃないかなと思ってるんですけど、違いますかね。みんな好きでやってるんじゃないですか。もしかしてね、命令でやらされてるとか、いうのはまさかないとは思うけど、部活じゃなければね。でもね、好きなことやってても、筋トレっていうのは体力をね、大量に、消費するんですよ。なんで、疲れたらね、どんなに好きでやってた筋トレもやりたくなくなっちゃいます。はい。それは僕も同じです。そこで僕が行う筋トレをずっと楽しく、やり続けるための唯一の方法はですね、疲れ切る前に休むことです。これしかありません。僕の場合は何曜日にどこどこを鍛えるっていうルーティンがないんですよ。で、筋トレ休む日も、いつ休むっていうスケジュールは立ててません。疲れて少しでもジムに行きたくないなっていうふうに思ったら休んじゃいます。疲れを押し通して行ってまでも、まともに筋トレができた試しがないんですよ。全部クソトレになってました。で、むちゃくちゃ後悔して、イライラするんですよね。それがもうバカバカしくて仕方ないんですよ。調子悪いし、時間の無駄にもなるし、サプリの無駄にもなるし、バイクやガソリンで行くんで、ガソリン代の無駄にもなるし、筋トレを一生楽しくやり続けるためには、疲れる前に休む。これが鉄則です。はい、じゃあ2つ目の、ベンチプレス100キロ上げるのに、かかった期間っていうのに関して、返答いたします。これはね、ただの自慢話になってしまうんですけど、15歳の頃にね、高校入ってからなんだけど、15歳の時に人生で初めてベンチプレスやったんですけど、その時に90キロ上げました。で、その2週間後には、100キロ上げてたので、この質問に対する回答は14日です。で、夏頃には120キロ上げてました。毎日のようにベンチプレス頑張ってたのに、あんなにもベンチプレスが大好きだったのに、なんで今ベンチプレスがこんなにも弱いのか、なんでベンチだけが全然伸びてくれないんだろうってね、思います。だって、ケツ上げバンドエビゾリ社長方向セックスベンチプレス、で、当時、高校生の時にね、160キロ上げてたんですよ。よっぽどチーティングが上手かったんだなって、今は考えると思いますね。大学2年か3年生ぐらいの時なんてさ、ケツ上げバンドエビゾリ社長子セックスベンチプレスフォームで190キロ上げてたんですよ。だけど今はせいぜいパワーリフティングのフォームで160キロ上がるかどうかなんだけど、なぜだろう。なんで今こんな弱いんだろうか。高校卒業して寮生活のね、柔道漬けになってから、全くね、筋トレに当てる時間がなくなっちゃったから、なんかベンチプレスに対する情熱っていうのも、なくなってしまったのかな、消えちゃったのかもしれないですね。ちょっとわかんないけど。はい。こんな感じ。はい。じゃあ、三つ目の、どんな犯罪でも許されるとするならば、何をしますかっていう質問に対しての回答いきます。僕の性格では、普段絶対に考えることのない内容ですね。でもね、真っ先に思いついたのが、気になった男、全員、ですかね。うん。力で押さえつけて、押し倒して、服脱がせて、さ
っていうのは、まあ、多少ね、強引に引っ張ってきましたけども、だってかわいそうじゃないですか。いくらね、犯罪が許されるとは言っても、ちょっとかわいそうですよ。まあ、っていうかね、まあ、この質問されてもね、あんまり犯罪が思い浮かばなかったんですよね。うん。まあ、せいぜい、まあ、まあね、ちょっと言葉悪いけど、まあ、人をね、この二つぐらいしか思いつかんたですね。この質問でね、まあ、バンバン意見が出てくる人ってね、まあ、かなりやばい気はしますけどね。うん。まあ、てな感じで、この回答はこんな感じ。はい。じゃあ、四つ目の、夜おにすることによって、食事から取ったタンパク質が、出ていくことに後悔はないのかっていう、ね、なんともバカバカしい質問に答えていこうと思います。はい。でもまあ、真剣に答えるよ、俺は。まあ、この質問もね、まあ、昔よくされましたね。うん、学生の頃とかかな。まあ、ふざけてかは知らないけどね、みんなね。確か、精子ってさ、亜鉛とタンパク質で構成されてるんでしたっけ、まあ、さっきね、軽くググってみたんですけど、ちゃんと出てこなかったね。せっかく摂取した、タンパク質が、まあ、勝手なね、欲求によって、まあ、失われてしまうのは、後悔で、実は、まあ、しょうがないです。っていうのは嘘で、毎回満足してますと。精子が体外に出ることによって、まあ、筋肉がつくスピードが落ちるとか、不倫になるとか、とかね、まあ、そういうね、感じのこと考えてるんでしょうかね。うん、知らんけど。で、考えたんですけど、精子が筋肉になるんですか？たくさん取ったタンパク質や、まあ、その他の栄養の一部がね、精子になるために変換されて、精子になったんじゃないですかね。うん、わかるかな？精子は精子なんですよ。タンパク質って、まあ、いろんなね、材料のもとで、臓器や、もちろん筋肉ね、あと爪だったり、あと皮膚、あと髪の毛、そして精子なんですよね。みんな平等に振り分けられていって、その一つに、精子だと僕は思っています。だから、まあ、精子を出すことによって、まあ、筋肉がつかなくなったりっていうことはありえないと思います。直後のね、まあ、筋トレのやる気は奪われちゃいますけどね。だから、僕の場合は、まあ、やるのであったらね、オナニーするのであれば、まあ、筋トレ開始4時間前までには済ませておくと。そして、寝る前に出す。まあ、これが最近のサイクルですね。まあね、少し頻度が上がってしまうっていうことも、まあ、たまにはあるんですけど。でも昨年、まあ、週21回ペースで、まあ、してた僕でもしっかり強くなってるんで、筋肥大に悪影響が出るってことは、まあ、まずないと思います。はい。では最後の、5つ目。重量が伸び悩んだ時の、マンネリ打破法に関しての回答していきたいと思います。まあ、最後はね、もう真面目な、質問の回答で締めたいと思います。まあ、どれもね、まあ、真剣な、質問だとは思うんですけどね。正直僕はしょっちゅう重量がマンネリ化します。でもね、まあ、その時その時対応してるので、まあ、マンネリを抑えられているのではないかなと思っているんですよね。じゃあその対応とは何か。めっちゃ簡単な話なんですけど、重量を落とすんですよ。まあ、大体いつも、まあ、ビッグスリーで3回から5回できるぐらいの重量でセットを組んでいたとすれば、まあ、10回とか15回目標の、重量に落としてセットを組みます。逆に10回前後目標の、まあ、記録が伸び悩んできたら、重量を上げて、低回数のセットを組むんですよね。僕なんかは、まあ、特にビッグスリーなんかは、まあ、高重量メインでいつもやってるんですけど、伸びがね、停滞してきたら、まあ、重量軽くして回数を上げます、いつも。これを数週間繰り返して行うんですよ。うん、そして久々に高重量に戻してセットを組むと、どんどん記録が更新していくっていうことですね。まあ、数週間っていうのはね、まあ、最低でも2週間ぐらいは、まあ、開けるようにしてます。1ヶ月もね、開ければ間違いないかなと思いますね。で、重量としてセットを組むのに、まあ、周りからの目線が気になる方もいるかと思うんですよ。まあ、僕が特にそうなんですけど、まあ、心の中で、まあ、俺は全然こんなもんじゃないのにってね、いつも思うんですよ。うん、でもね、いざやっちゃうと、まあ、気持ちがハイになって、まあ、どうでもよくなるんで、まあ、気にしなくて大丈夫だと思います。あとはね、手幅を変えてみるとか、例えばスクワットで、まあ、いつもこんぐらいの手の幅だったら、指1本分、広く持ってみるとか、ね。で、いつも広く持ってる人は逆に手の幅を狭くしてみるだとか、それだけでスクワットとかね、全然変わりますんで、まあ、僕なんてもうめちゃくちゃ広く持つんで、もうその方が軽く感じるんですよね。最初はちょっと短かった、狭かったんだけど、なんかもういつの間にかもうこれ以上広げられないくらいに変わっちゃいました、フォームが。まあ手幅を変えてみるとか、うん、まあベンチでもそうだよね。で、あと足の幅を変えてみる。まあ、これもスクワットが例だと、足の幅がいつもナロースタンスで、で、あと普段音楽聴いてない人は音楽聴いてみたりだとか、はい。で、普段アンモニア嗅いでない人はアンモニアね、嗅いでみるだとか、あれ安いんで薬局で400円ぐらいで売ってるんでね、ぜひ試してみてください。で、ここからがちょっと面白くて、服装を変えてみる。あと、靴を変えてみるっていうのもいいと思います。特に服装ね、靴とかね、変えるだけでもテンション全く変わるんで、それだけでなんか上がっちゃう時もある。なんかこんな服装してるんだから上がるんじゃねみたいな。こんなかっこいい服装してるんだから、なんか力強そうじゃんみたいなね。そういう風に、気持ちって結構左右されるんで、服
装にね、こだわってみるのもいいかもしれないですね。てな感じで。はい。では最後にフォロワーからの質問返答のまとめをしたいと思います。はい。ということで、まぁ、今回はね、初のフォロワーさんからの質問募集して、それを回答してみました。はい。どうでしたでしょうか。うん、まあ、僕からの、まあ、目線でね、まあ、答えてみましたけど、まあ、参考になるものが一つでもあれば、まあ、嬉しいですね。まあ、寄せられた質問がね、まあ、たくさんありすぎて、動画では返しきれないかもしれないですよ。いや、絶対返しきれないですよ。何百個も来てるから。まあ、もしくはね、まあ、不採用になってしまった質問はね、まあ、僕の SNS、まあ、Twitter が中心なんだけど、まあ、Twitter から、ね、まあ、引っ張ってきて回答していくと思います。まあ、もしくは、まあ、回答できなくてもね、まあ、僕なりの言葉に、文章に変換して、まあ、訴えかけるようなね、ツイートにして投稿するかもしれません。まあ、僕ね、よく、ポエムみたいなね、ツイートするんですよ。なんかもう、文章だけどなんか、ちゃんとさ、スペース開けて、なんか読みやすくしたりとかね、風に考えても、ポエマーみたいなツイートをやってんだけど、まあ、筋肉ポエマーだなんてね、自分で言ってんだけど、まあ、それはいいや。まあ、そういう風に、まあ、ツイートするかもしれない。なんで、まあ、SNS のチェックもしてください。よければフォローもしてくださいねっていう感じで今回の動画はこれで以上になります。まあ、少しでもいいなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、さっき言ったように、Twitter、あと Instagram、あと TikTok もやってます。あとブログもやってますので、そちらの方のチェックとフォローもよろしくお願いいたします。はい。で、LINE アット始めました。LINE アットに登録すると、物販の情報ね、とうとう始まるよこれから、物販の情報だったり、あとまあイベントの情報だったりっていうのも手に入りますので、そちらの方のチェックとフォローもよろしくお願いします。概要欄に貼ってありますので、よろしくお願いします。ということで今回はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとこ食べるよ歯が太郎、どこでも食べるよ歯が太郎、大好きなのはバナナと卵、ルールルール。